皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーションの代表をしております。三木造と申しますお初にお目にかかります。今日は、ヨガビジネス講座について、講座の説明ということでですね、前からこう、ね、動画でこう撮ってみたいなと思ってたんですけれども、まあ、今 YouTube とか、ね、ヨガジェネレーションのチャンネルがありますんで、 一回、講座の内容についてこう動画で撮ったことがなかったので、まあ、講座ページでえー皆さんに見ていただくように撮ってみたいなと思ってえお話ししようと思います。はい、どうですか、皆さん。ヨガビジネス講座という言葉を聞いて、ね何をイメージされますか <laughs>、ね、この講座はですね、今から11年ですね、もう11年も経つんですね、前に、 えっと、ヨガジェネレーションの RYT200 のティーチャートレーニングの講座の中で、えー、10コマほど1時間かける10コマ大体いい10時間ちょろちょろかなぐらい、えー、お時間をいただいてうん生徒の皆さんが卒業をした後にこの日本のヨガの市場まあ世界もそうなんですが その市場でどうやって歩んでいくのかっていう、どっちかというとですね、ヨガを学ぶというよりは、学んだヨガをどう人に伝えていくかみたいなところを、えとおそらくこの業界で、ヨガの世界で初めて講座として、ヨガビジネス講座という名前をつけてリリースしたのが、まあここですね、ご長本人は多分私なんだと思いますが、はい、それがもう11年前になります。で、そっからですね、5、6年、 たたっ今から丸6年半前に、えー、RYT200 のティーチャートレーニングの中だけでやってた講座ではあるんですがそれを今度は一般の方にも、えー、受けていただこうと思って公開して、えー、丸6年半ほど経ちますとでこの講座はですねもうすでに RYT200 の卒業生がヨカジェネレーションだけで1500名強、えー、そして オープンになったヨガビジネス講座にご参加いただいた方で1200名強ですから2700名以上の方が今受けていただいてるとでその内訳はほとんどが現役のヨガティーチャーもしくはヨガティーチャー予備軍そしてスタジオ経営者という方々に受けていただいた実績があります果たしてねヨガビジネス講座ってねもう10年もやってるんでねなんかこの厚苦しい顔と なんかこうタイトルぐらいは、ね、聞いていただいたことあるかもしれませんけど、一体何をやってるんだということを少し、えー、触れさせていただければなと思っております。えー、まず、ね、ヨガビジネス講座と聞いてね、まあ、ヨガの世界では、ね、もう慣れましたけど、まあ、あまりいいイメージ持たれません。だってね、なんかビジネスっていう言葉って、うんなんかこうお金みたいな。うんお金をに関する話じゃないの。 なんかヨガをビジネスに使って儲ける話なんじゃないのとかね。まあもちろんビジネスとかね、仕事っていう中ではお金っていうのはね、付き物かもしれませんけれども、まあ果たして、ヨガに限らずですね、ピラティスの先生もダンスの先生もパーソナルトレーナーの先生も、ピアノの先生も、英会話の先生も、自分が持ってる能力をその能力で人をね、ハッピーにしていくっていう仕事、まあフリーランスと言われる部類に入る仕事は全てですね、 こうその資格を取ってからたった1人目の生徒さんに出会うというか生徒さんを生み出すというかうーん先生と生徒さんの関係を持つというかそこまでがですね割とハードルが高い現状が日本のヨガの世界を見てきたね私にとってはあるんじゃないかなとうんなぜなら学校教育にやっぱ入ってなかったですよねヨガの。 ヨガビジネス講座なんてそうだしなんかビジネス講座っていうものが日本の学校教育には入ってません、うん、なので、うん、自分で、うん、独立して思いを持って誰かに何かを伝えていくっていうことをゼロからですねどうやっていけばいいのかってことが誰も教えてくれませんよねそうそうなんですよねなので RYT200 を卒業してまあ卒業ね涙の感動の卒業式 でその次の日から自分は一人で歩んでいかなきゃいけない。ね、でその中で情熱があるからアクションしようアクションしようと思ってオーディション行ったりなんかこうチラシを自分なりに作ったりみたいな感じでね SNS を活用したりってあるんですけれどもなんかこう実際にどうやったらいいのっていうところは誰も教えてくれなかったりお茶,お茶にね先,先輩を誘って行ってもなんか断片しか Facebook やれば。 インスタグラムやれば YouTube の時代が来たよってそれ言ってもらえるかもしれないけれどもじゃあ実際に YouTube 何をどうすればいいのとか Facebook 開設して何をどうすればいいのみたいなねやり方がわからないね僕がよく講座で申し上げるのはそのヨガの世界の方ってすごく優秀な方が多いです うん頭もすごくいいし柔軟性もあるし物事を受け入れる準備もある方だけどやっぱり方法論がわからないままで自分の中で右往左往しながらこう結構体力とメンタルをすり切らしてるっていう現状がね方が多いんじゃないかなっていうのを見てきた中で少し、あのーね、ヨガ業界の裏方の、ね、仕事だけはキャリアがもうね気づけば17年目になります16年経ちましたのでね。 そういうい僕が何かお役に立てることがないかなという思いで、まあ、ヨガビジネス講座というものをやっておりますとでこの基礎位置なんですけれども基礎位置に関してはあの、まあ、一番聞いていただきたい話ですね、うん、もうこの基礎位置に関してはもうヨガの世界に限らずフリーランスとかこれからスモールビジネスを始められる方全ての人にぜひ聞いていただきたい内容がぎゅっと盛り込まれてますね、うん まずは、まあ、ヨガビジネス講座ですから、ヨガの世界のね、えー、そこで仕事をしていくにはって話なんですが、まずは、ヨガの世界って実際どうなってるのっていうね。えー、そして、えー、その中でヨガ指導者としてこう独り立ちするには何が求められて何が大事なのかっていうところ。じゃ実際にその一歩を踏み出すときに何が大事なのか、その方法論みたいなところと。 あとはもう現場のヨガクラスで生徒がうわーっとこうね人が人を呼んで盛り上がってるクラスありますよねそういうクラスをまあリードするティーチャーになるにはどういう方法というかねど何が大事なのかっていうところうーんまあ講座の中身に触れてしまうとねまた問題があると思いますのでもうとっても大事な本質的な部分を基礎1に込めてますヨガの A から Z まで えもうダイジェスト版でこうザクッとこう知っていただく自己理解を深めていただくという時間にとってはいいんじゃないかなと思ってますで次回別撮りで基礎2っていう講座うんえあるんですけれども基礎2に関しては具体的な話ですうん基礎1は本質的な話本質的な話っていうのはまあよく言われるマインドセットですねヨガを教えるっていうことの うーんまあ、意識がこうガラッと変わるとで意識が変わったところに基礎にでは方法論をだーっとこうシェアしますで方法論っていうのはじゃあ実際何かっていうと、ねあのまあ、具体的な方法ですねプロフィールの作り方だったりクラスタイトルの考え方だったり表現の仕方だったりあとは皆さん気になっている集客の方法具体的なヨガに特化した集客の方法みたいなところとか まあ実際にこう集客の中でもチラシの作り方だったりとかまあ自分をどういうふうにうん見てもらうのかっていう自己理解を深めてそれをどう具現化した形にしてねアウトプットするのかみたいな具体的な方法をお話ししたいと思いますで「参考ざめね基礎1基礎2で参考ざめにインターネット編っていうのがありますねでインターネット編っていうのはあのまさにその たくさんの人により一人でも多くのたくさんの人にその情報を何し自分の活動を知っていただくためにインターネットというものをこういかに仲良くこう引き入れるか、ね、お友達になってインターネットと叩くんで一緒に自分の思いを具現化するというところにね、えー、話は持っていきたいと思います、えー、この動画ではね基礎1の、えー、ことをねメインにおしゃべりしましたが基礎1っていうのはヨガの世界が、まあ、2 0 0 2年 4年ぐらいかな4年以降どういうふうに発展してきたのかでどういう課題があったのかどういう先生たちがどういう努力をして階段を上っていかれたのかっていう,もう具体的な実例をまあ4時間ちょっと伸びると4時間半ぐらいえ余すことなくダーッとね皆さんに聞いていただきたいとであの肩ひじ張らずにねこう面白くうまあ時に笑いあり まあ涙はどう,どうかな流れたらいいけれども時に笑いやりほーっと思うような、まあ、できれば皆さんに集中していただけるような話し方を心がけますので今はまあコロナ禍でね、あのー、オンライン主体になってますけれども画面を通じて一、まあ、日長丁場ですがあの飽きさせないような講座でねやっていきたいと思いますのでぜひ興味ある方はお越しいただければと思います。 あの基礎煮の話とかインターネット編の話もね、そのインターネット編のページとかでね、ちゃんとやりますんで、よかったらそちらを覗いてみてください。それでは皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。また。